ジョーの演技についてはちょっと考えていることがあるの。それがうまく演技に昇華できたらいいわね。ナナ、今日の放課後って時間ある？ちょっと付き合ってもらいたいんだけど。それは構わないけど、あ、もしかして今度の課題、若草物語の稽古？ええ、ナナが演じるベア教授とのシーンをおさらいしたいと思って。もちろん、私もちょうど演技の確認をしたいと思ってたし、協力させてもらうよ。ありがとう、助かるわ。それにしてもジュンナちゃんは若草物語が好きだよね。主役の条約が決まった時もすごく嬉しそうにしてたし。そうね、確かに若草物語は特に好きな作品ね。原作のルイーザ・メイ・オルコットの小説ももちろん、映画化や舞台化されたものも一通り見てるし。1800年代後半のアメリカに住むごく普通の4人姉妹の日常を描いた物語。日々の暮らしの中で起こる出来事を飾ることなく丁寧に描く、決して派手なお話じゃないんだけど。でもそんな何気ない日常の中にこそ発見や驚きが隠されていて、真面目に生きることの大切さを教えてくれるのよね。うんうん、わかるよ。私も若草物語は大好きで、原作も何度も読んでるから。ねえ、ジュンナちゃんはどの場面が好き？私は、そうね、もちろん姉妹のお話もいいけど、ジョーがニューヨークへ行ってからのお話も好きね。ジョーと同じアパートに住む彼女の良き理解者、ベア教授とのやりとりは見ていてほっこりするわ。うんうん、今回自分が演じるからというのもあるけど、私もあの二人のシーンは大好き。特に妹の病気を気丈に受け止めるジョーに優しく言葉をかけるシーン、あの二人の関係性や信頼が伝わってくるよね。確かにあのシーンはグッとくるわね。そしてあのシーンのジョーをどう演じるか、今回一番難しく一番の課題だと思うわ。実は今日稽古に付き合ってもらいたいのも、そのシーンで試したいことがあるからなの。試したいこと？場面は第5幕、ニューヨークで文筆修行に明け暮れるジョーとベア教授のやりとりのシーンで。わかったわ。それじゃ早速始めましょう。ベア教授？どうしたの？神妙な顔して。いえ、それより、郵便受けにこれがありました。これって、お母さんからの手紙？妹さん、思わしくないようですね。ええ。最近は大好きなピアノもろくに弾けていないらしくて。長く持たないかもしれない。最後になるかもしれないから帰ってきてほしいって。ジョー、そんな深刻な顔しないで。ベア教授、私は大丈夫よ。ベスは前にも危ない時があって、でもその度に乗り越えてきたの。だから今度もきっと大丈夫。あの子は強い。ベスはきっと良くなる。大丈夫、きっと良くなるって、私が信じなくちゃ。うん、ジョー、あなたの辛いこと、大変なことがあっても、明るく前向きであろうとする姿勢は、尊敬に値します。ベア教授？だが、感情に蓋をする生き方は、
やがて君の心を壊してしまうかもしれない。悲しいこと、辛いことがあれば落ち込むのは当然です。ですが、それらを受け流してはいけません。楽しい、悲しい、辛い、様々な心のあり方、形、気持ちをはっきり意識し、大事にしてあげてください。それがおそらく、君に必要なことです。私に、必要なこと。さあ、早く言ってあげなさい。妹さんが待っていますよ。ここまで。では次は、第7幕、小説家デビューを果たしたジョーと、それを祝うベア教授のシーンから。この前、ナナと若草物語の稽古をしていた時に、ナナからびっくりすることを聞いたの。実は私、ナナをイメージしてジョーを演じていたんだけど、ナナはナナで、私をモデルにベア教授を演じてたんですって。まさか、お互いがお互いを写し鏡みたいに参考にしていたなんて。なんだか不思議な気分ね。第7幕、小説家デビューを果たしたジョーと、それを祝うベア教授のシーンから。小説家デビュー、おめでとう。ジョー、君なら必ず、たどり着けると信じていました。ありがとうございます、ベア教授。君の著作、リトルウィメン、私も読ませてもらいましたよ。ごく普通の4人姉妹の日常の喜怒哀楽を描いた物語。この作品は、ジョー、君の心の形がはっきりと現れていますね。真実と美しさに溢れていて、強く心を引きつけられました。ベスの死が、私にこの物語を書かせてくれた。ベスが、妹が、私を小説家にしてくれたの。ジョー、ベスが亡くなった時、心が裂けて、死んでしまいそうなくらい、本当に辛かった。泣いて泣いて、叫びたかった。でも、そんなことをしたら、ベスに笑われちゃうかもって。いつもの私なら、そうして我慢していたと思う。でも、あの時はしなかった。心の思うまま叫んで、涙が枯れるくらい泣いて、悲しみを受け止めたの。そして、気づいたら、紙とペンを手に持っていたわ。それからは、本当に無我夢中で、あの感情を、私の心を形にしたい。その一心で、リトルウィメンを書き上げた。この本が書けたのはベア教授。あなたのおかげよ。悲しいこと、辛いことがあれば落ち込むのは当然。大切なのは、受け止めて形にすること。楽しいこと、悲しいこと、全部含めて心のあり方、形、気持ちを大事にしてあげなさい。ベア教授のあの言葉があったからこそ、私はこの物語を書き上げることができたの。私は何もしていませんよ、ジョー。すべては君が心から妹さんを思って真剣に向き合ったからです。ありがとう、ベア教授。この思い、きっとベスにも届くと思うわ、リトルウィメン。この本を親愛なる亡き妹に捧ぐ。ふぅ、どうだったかな？うん、すごく良かったよ。悲しみを隠しながらも、気丈に振る舞うジョーの演技が真に迫ってた。それに、ベスの死を受け入れて成長したジョーの演技の説得力もすごかったし。ありがとう、ナナ。でも、これもナナのおかげね。え？どういうこと？今回のジョーの演技、実は、ナナをモデルとして参考にしてたの。え？それじゃもしかして、
純奈ちゃんが言ってた試したいことって。ええ、そうよ。ナナをイメージしてジョーを演じること。それって私がジョーと同じで創作に興味があるから？それもあるけど、もっと性格的なところかな。ジョーは夢を追う強い意志と行動力を持ってるけど、同時に問題を自分で抱えて一人で解決しようとするところがあるでしょ。そういう人に頼ったり自分の気持ちを形にするのが苦手な感じとか、なんだかちょっとナナを見てるみたいだなって思ったの。ジュンナちゃん、もしもナナがジョーと同じ立場にあった時、どんな表情、仕草、声の調子だろう。そんな風に想像しながら役の理解を深めていったの。ジュンナちゃんが私を…なるほど、そういうことか。ナナ？どうしたの？急に笑い出して。うん、実を言うとね、私もなんだ。私もベア教授はジュンナちゃんをイメージして演技をしていたの。え、そうなの？全然気づかなかった。いつでも真面目、冷静な視点で意見を言ってくれる優しいベア教授のイメージはまるでジュンナちゃんみたいだなって。だから私も今回は役にすんなりと入ることができたんだ。一番よく見てる人が役のイメージだったから。ってことは、つまり私たちお互いをイメージして演じていたってこと？そうみたいだね。